オーダーエントリーシステムとは、主にファミリーレストランや居酒屋などの飲食店の客席に設置してある、客が従業員を呼び出す時に使う、おしぼ端式送信機と呼び出しがあったことを表示する、受信機、ポスシステム、およびそれらを運用するシステムのことである。オーダーコールシステムという呼称もある。1980年代から、チェーンストアでは販売管理のためにポスシステムが、 導入され始めたが、外食産業では、基本的に顧客からの注文を受けて調理するため、注文を受けてから、賞味できるまでに時間がかかる。そのため、ポスだけでなく電子発注システムを組み合わせて、店舗運営の効率化を狙っており、多くのレストランチェーンで導入されている。日本の飲食店に見られる、卓上送信機一般的に客席には、おしぼ端式の送信機が設置されている。 送信機には個別の送信機番号が設定されており、呼び出し信号を発信すると飲食店の厨房などに設置された受信機が送信機番号を表示すると同時に呼び出し警告音を発生する。呼び出し警告音を各地した飲食店の従業員は確認動作を行い、客のオーダーや要望を確認するために客席に出向くことになる。信号の送受信には 無線通信が使われ、近年は無線 LAN も採用される。送信機には飲食店に置かれるという事情から、メニュー立てや紙ナププン入れなどと一体化したものや、タッチパネルディスプレイなど、多種多彩な種類がある。客席で顧客からの注文を受けた従業員は、専用の端末機に、テーブル番号や人数、注文した商品などを入力して、 店内の事務室に設置されたポスターミナルやオフィスコンピュータへ送信することで注文データとなる。店やシステムによってはテーブル上にタッチパネルを設置して直接顧客が注文できる。ポスターミナルオフィスコンピュータに送信された注文データは瞬時に厨房の各担当調理場に送られてロール紙やジャーナルへの印字や画面表示という形で注文を受けた。 料理の種類と数量、優先順位を指示、各担当調理場では注文メニューのうち何を自分が作ればいいかがわかる。また顧客に対しては請求書を兼ねた注文伝票として発行され、配膳中は確認票としても使われ、通常はすべての料理の配膳が済んだ後で渡す。生産時には伝票に記載されたバーコードの読み取りや番号の入力などで、 顧客の生産が済んだことで注文データは売上データに代わり時間帯や逆走、気象条件など様々な要素を加味して本部のホストコンピューターへと送られる。オーダーエントリーシステムを導入することで次のような効果が現れる。ありがとうございます。